アナイドルは、うなバーシティアイドルの略で、2012年に始まった、女子大生のアイドルコピーダンスサークルによる日本のダンス大会で、約100の大学が、全国から集結し、日本一の座をかけて争う、大学対抗女子大生アイドル日本一決定戦、である。ただしアナイドルのもう一つの意味として、アナイドルの略で、アイドルじゃないけど、可愛い,い。コンセプトは、普通の女子大生が、 人よ限りのアイドルとしてステージに立つ。北海道、関東、東海、関西、九州の5エリアに分かれる。女子大生でアイドル活動をしている人をユニドルとは呼称しない。主催は学生団体ユニーブンツ。大学対抗の女子大生アイドル日本一決定戦を趣旨に始まった。名称はウナバーシティアイドルから由来。 元々上智大学のアイドルコピーダンスサークル SPH48 の1期生のメンバーが他の大学と一緒にアイドルコピーダンスイベントをやってみようと提案したことをきっかけに普通の女子大生が人よ限りのアイドルとしてステージに立つ機会を設けようと発足した。現在ではメインとなる年2回の大会と1年生や初出場チームの大会アナイドルフレッシュ 卒業生のラストステージとなるアナイドル卒業コンサートなどのスピンオフイベントを開催。2019年のイベント総動員は2万5千人を突破。毎年約100の大学が全国から集結して日頃鍛錬するダンス、衣装、映像制作、アイドル愛の技術、成果を競い合っている。アナイドルの大会、イベントはアナイドル実行委員会が運営し、 メンバーは全員学生で構成されている。2017年から日本最大級のミスコンテストに特化したポータルサイトミスコンレとコラボした一番可愛いなりきり女子大生アイドルミスユニドルが開催。2018年からパチンコゲームメーカーサミーが協賛に入っている。毎回地方予選。 全国大会のステージにサプライズゲストが出てくることが話題。過去に AKB48、SKE48、NMB48、ドキュート、アンジュルム、ジュースイコールジュース、ビヨーンズ、スーパーガールズ、ワースタ、イコールラブ、チームシャチホコ、マネキケチャがシークレットで出演。エントリーする女子大生チームも誰が来るか知らされていない。 五十音順公立函館未来大学、札幌国際大学、北小大学、札幌大学女子短期大学部、北海学園大学、北海道教育大学旭川校、北海道文京大学、北海道武蔵女子短期大学、北西学園大学ほか青山学院大学、あと学園女子大学、江戸川大学、大美林大学、大妻女子大学、お茶の水女子大学、 学習院大学、神奈川大学、北里大学、京林大学、慶応義塾大学、国学院大学、国際キリスト教大学、駒沢大学、相模女子大学、十文字学園女子大学、実践女子大学、首都大学東京、上智大学、芝浦工業大学、成城大学、専修大学、精神女子大学、専属学園大学、 玉川大学、中央大学、筑波大学、津田塾大学、東京大学、東京重則理大学、東京理科大学、東洋大学、日本獣医生命科学大学、日本女子大学、法政大学、武蔵大学、明治学院大学、立教大学、立正大学、早稲田大学、和洋女子大学、他愛知大学、愛知教育大学、 金城学院大学、岐阜大学、杉山女学園大学、大道大学、中京大学、中部大学、東海学園大学、名古屋外国語大学、都市名古屋女子大学、都市名山大学、他おって門学院大学、大阪大学、大阪音楽大学、大阪経済大学、大阪産業大学、大阪私立大学、関西学院大学、近畿大学、 京都大学、京都産業大学、京都女子大学、京都造形芸術大学、港南大学、港南女子大学、神戸大学、神戸国際大学、神戸女子大学、同志社大学、同志社女子大学、反南大学、龍谷大学、山戸大学、他九州産業大学、熊本大学、久留米大学、佐賀大学、筑紫女学園大学、 西南学院大学、福岡大学、福岡女学院大学、福岡五十音順、青山学院大学、お茶の水女子大学、関西大学、関西学院大学、慶応義塾大学、首都大学、大京、上智大学、札幌大学、杉山女学園大学、日本女子大学、中央大学、東京女子大学、同志社大学、北海道大学、 一橋大学、法政大学、明治大学、明朝大学、立教大学、立命館大学、早稲田大学。毎年夏、冬の2回の大会とスピンオフイベントが開催。冬の大会は12月から1月の年をまたがった日程で開催され、大会名も年を平記している。各大学のチームが決められた持ち時間の中で、 日本のアイドル曲のコピーダンスを披露する。決められた持ち時間の中であれば、セットリスト、構成は自由。審査員審査と観客票審査の総合特典で審査される。審査員がダンス、表現力、個性、演出、魅力度の5つの観点で、各項目を20点満点で審査する。審査員は振付師、アイドルライター、 芸能関係者などから選出される。アナイドル2017から18バランタンでは、白報道ブランドデザイン若者研究所リーダーの原田洋平が起用されるなどしている。ユニドルに来場した観客は、入場時にシールを貼る形式の投票用紙を付与され、投票用紙1枚につき2チームに投票することができる。この投票用紙を集計して点数化することで、 行われるのが観客票審査である。この観客票審査と先日の審査員審査の点数を合計してチームの総合得点が決定される。また、スピンオフイベントであるアナイドル2018フレッシュではアナイドル2013ウィンター以来となる電子投票が導入された。チケットは前売り券と当日券の2種類が販売される。前売り券は出場者に直接問い合わせなければ、 購入することができない。また、当日券は、当日の会場の状況で、発見の有無が判断される。アナイドル2017から18バランタン決勝戦、敗者復活戦では、チケットの学生価格が導入された。この学生チケットを持っている入場者は、入場時に、学生証を提示する必要がある。ありがとうございます。